また村の城鹿は森の外れの夕日の中にじっと立っていた。彼は知っていた小さな額が狙われているのをけれども彼にどうすることができただろう彼はすんなり立って村の方を見ていた生きる時間が黄金のように光る彼の住みである。 大きな森の夜を背景にしていかがでしょうか村の志郎の代表作ですよねえ私は教科書で習った記憶はないんですけれども教科書に載っていたのか今も載っているのかネットで調べるといろい 色々と情報が出てきますねあの教材というのかなあの生徒にこうやって教えたらいいというねそういうようなものも載っていてうんと思ったんですけどもまああんまりこの教科書的な解釈というのがいかがなものかと思う時もあります。で逆に 教科書的な解釈とですか、ね、時まあ私の場合は、うん、微妙な立場ですけども一応出ているものはできる限り目を通すようにしていますその解説本とかねそういうものもね、まあ、ですが日本の近代史現代史、まあ、特に近代史の歴史から有名な詩人そして詩の解説とかは 大抵持ってます今もね引っ越し引っ越しで随分減ったんですけどもまた古本で買い求めたりしてえまた増やしているんですね今こういうことを死、えー、のことを多く語るようになったのでただ村の四郎の詩集はね私青春期持ってましたこれ間違いなく持っていたんですよただ今本棚をいろいろ探しても出てこないですから 引っ越しの時になくしてしまったというかうーん自分にとってすごく思い入れのある刺繍ではなかったじゃないかなと思いますね。で今回「カ実は私の「しごチャンネル」の視聴者さんからメールいただきまして、まあ、この「鹿」という詩 について、ね、ご質問いただいたものですからそれでまたじっくりというのかな読み直す機会を得て今回100「百選語り継ぎたい名作詩」の百選の中に加えることにしました非常にいい詩だと思いますただこの詩はんちょっとすると読み間違えてしまう 危険性もあるのかかなとか思いましたね、まあ、あんまり私のこの風花式というか私の解釈を読み解きを押し付けようという気は全くないんです。ただ私も実はねこう久しぶりに読み読み返してみて最初あこれこれこういうことを村野さん言いたいんだろうなと思ったことが。 違ってたんですよ私が最初読んだ時で後から「あそうじゃない、えー、そういうことを言いたいんじゃない」ということに気づいたという経緯があります。でちょっと言葉、まあ、あんまり詳しくはあの申しませんけれどもちょっと言葉を、えー、ひ拾いながら見ていくと、まあ、タイトルは「かですね。 鹿は森の外れの夕日の中にじっと立っていたっていうんですね。彼は知っていた小さな額が狙われているのもけれども彼にどうすることができただろう。彼はすんなり立って村の方を見ていた。これをね普通のリアルな現実にこういうことある,んだあるとして、えー、読んでみましょうか。 まず森の外れ,の森の外れにまあ夕日を浴びて鹿が立ってるまあそういうことはあるでしょう。で彼は知っていた小さな額が狙われているのをうんまあ例えばこの鹿が小鹿であるならば親鹿がかつて鉄砲で撃たれてね死んだとかね。 そういういいことを、まあ、察知しているただそれが鉄砲という飛び道具なので、まあ、どうすることもできないでそのまま立っているっていうことなんだけどただ現実で見たときに小さな額が狙われているのを知っていたっていう時点で逃げるでしょうね現実的にまあ変な解釈ですけどね例えばですよその現実のリアルな情景描写であるとしたら もうすでにここで矛盾が出てきてきいますねですから現実に村野さんが見た光景ではない想像で生み出しているということはもうこの辺りからはっきりしてくると思いますね。で彼はすんなり立っていた村の方を見ていた生きる時間が黄金のように光る彼の住みかである大きな森の夜を背景にしてっていうんですね。まあ、ここらが非常にし 詩らしい私で,いいで,、ね、で、私は思ったのがうんこ,れこれこれこういう読み方をしてくださいよなんても,もちろん強制とか強引に押し付けるってことをするつもりは毛頭ないんですけどもある意味この詩を分かりやすくするっていう意味で戦争というものを考えた時に読み間違いが少なくなる,のなるのかなと思いましたね。というのは 戦争多くの人々普通,普通生きている人たちって戦争って自分たちがやろうとしてやってる人ってほ,、うん、ほとんどなくて国の一部の人間の都合というかそういうものであれよあれよという間に戦争が広がっていくで国家総動員法みたい日本の場合ですよ知らぬ間に国家く総動員法がもう 出ててしまってもうどう,どうすることも途中でやめられなくなるで原爆を2つも落とされ東,東京大空襲で焼け野原にされ,されてもまだ、えー、まだ本土決戦って言ってる人たちがいたただに私たちというのかな普通の一般人というのはまさにどうすることができただろうということなんですよ。 もちろん一部の人思想的に戦争反対で捕まって小林たちとかね捕まって殺されてしまったっていう話は有名ですけどそういう人も一部ではいるだろうけどもほとんどの人たちがあれよあれよ知ら,知らない間に戦争が始まって命を落としていくということですですから一般人ってて戦争に対して無防備っていうか無 無力なんですよ運命に対してですから戦争ということを一つ想起すると額が狙われている結局自分の命がもうなくなるっていう風になっていくそういう運命にこう,こうすることもできずまあ無防備のまま死んでいってしまうというね。 そういうい運命ですねでそれを戦争っていうことを私言いましたけどもまあそれは一つの運命さ避けがたい運命非常に残酷な何か A さんこれこれこういうことになっ,てるかなっていくこういう流れになるけれどもいいですかなんて聞いてくるわけがないこれから戦争を始めようと思うんだけど山田さんあなたどう思うとそんな 国とかいいいうものは聞いてこないで漁師は力に対して「あの君を、えー、鉄砲で撃とうと思うんだけども大丈夫いいかな」なんて聞いてくる漁師はいないそういう一つのこ子がたい残酷な運命に対して生き物は無力なんだということです。で村の方も見ていた。 生きる時間が黄金のように光る彼の住処である大きな森の夜を背景にしてということなんですよねまあ、残酷ですねこういう日常生活がずっと続いていけば人,人にとってそ,そこは生活があり幸せを紡ぎ出すことができる場所であるはずなのに 無自無自費にもですね破壊されていく。それは戦争なのか他の残酷な出来事なのか運命なのか、それは分かりませんけども。ですからここでいうシカとなっているなってますけど人間に置き換えてもあの問題ないと思いますね。まあ、それは戦争という二文字を出すことによってこの 死が現実に村野さんが見た光景を描写したものではないということは分かりますね。で死という一つの生き物をあの表してるんですけどそれは人間に置き換えることもできるであろうと。ですからここはもう全部比喩的に読んでいくべきですね生きる時間が黄金のように光る彼の住みである大きな森の夜を背景にしてというね。 いうことです、ね、まあですからまあ文学作品人間にとって避けることができない残酷な運命それを描き出した作品っていろいろあると思います。今すぐに小説のタイトル浮かんできませんけども映画でもあると思います。ただそ,れそのうしがたい非常に残酷な 運命というものに対して人間ってどうしてこんなに無,謀無防備でねい弱々しいものであるのかというようなそういうことをテーマにした芸術作品っていろいろあるんだけどもいろいろあるけれども村野史郎さんのようにこの鹿という鹿という詩こういう形で現れてた人は 他にいないっていうことです。そこに村の史郎さんの鹿の価値があると思いますね。で、よ,よくぞこの鹿,鹿という一匹の鹿森の中で夕日,夕日をね。浴びて立って、それを村の方を見ていると、森から村の方を見ているということなわけですよね。まあ、ここに、えー、お一人、お一人のなんか想像力を働かして。もう,もう 一読み二読二、ね、深掘り深読みして、えー、意味を、ね、探っていっても面白いっていうのかな興味深いかもしれませんね森から森の中から夕日,夕日を浴び,浴びて鹿は村の方を見ていたということなんですよね。はいということで、まあ、これ以上はもう解釈いたしませんけれども村の城の鹿を 今回ご紹介しましまたこれも視聴者の方から頂い,いたメールが一本のメールがですね、えー、きっかけとなってこういう詩を紹介する機会を得たこと本当にありがとうございます、えー、また何かあのまあ確約はできません正直この詩百選の中に入れてくれって言われちゃうと、えー、なかなかねそれは意見の相違みたいなのもありますけどこういう詩がありますよ。私の思い出の詩なんだけれども 風田さん一回読んでみてくださいよというふうでしたら大歓迎なのでまた何か思い浮かぶ詩などありましたらあのどうぞ教えてください私も全てを知ってるわけでは全然ないのでで最後に人の記憶って不思議ですねもちろん私ねこの鹿という、ね、詩をし知ってましたで読んだ記憶もあるんですよ。ただ いつどこでどういうきっかけで読んだかってついに思い出せなかったんです。で詩集は紛失してるでしょで多分ねこういうことって何が言いたいかというと多分自分で本屋に行ってまあこの詩集を読んでみようと思って読んで鹿という詩を読んでああこの詩いいなぐらいで終わってしまったと思うんですよ。どういういことか 第三者と関わってないから私がねこの動画拙ないですよ私のもうこの朗読本当にダメ声で読み方も拙ないし BGM も何もないしあのまあそんないいもんじゃないってことを分かりながらこういう風にお,お伝えしてるのはあの時風穴さんのダメ声で。 鹿,と鹿の朗読聞いたことがあったなというこの第三者のこの一つの小さな小さな事件じゃないですかそれによって記憶って長く保存できるんですよ私も例えばあの学校の先生なり親友なり恋人なりが村の城の鹿を好きで語り合ったとかねあのどっかの 思い出の、ね、かカフェよく通ったカフェで2人でこのねオープンカフェで話したみたいなねそういう思い出があれば一生忘れないと思うですからど,どんなことであれ第三者が関わってあそういえばあの時こういうきっかけで知ったんだっていう記憶がすごく大事だと私は思ってます。 できればまあ風穴じゃなくてもっとこう素晴らしい人との出会いの中でし知るとかねその方がいい,いいのかもしれないんですけど私は本当にね、えー、そういう詩の同人詩やってたりいろいろやったんだけどそんな長くや,やったことなかったんですよ。で本当にわ若い25歳前後の時に、えー 集中しててやってまあその時に一番私詩をたくさん書いたんだけれどもその後ねもう全くそういうサークル的なことを同人詩的なことをや,やってこな,こなかっただから私はもうこの機会にワークショップだとかセミナーだとかこう親睦会でね飲み会からお茶会ね食事会どんどんやっていこうと思ってますこの秋,秋から。 そうすることによって「あこの字いいな」とかね人にポッと教えてもらってすあの推薦されて試しに読んでみたら「あこれいいじゃないか」ってそれがすごく大事なんですよ。で最後の最後ですけどもまあ「仕、えー、心会議」という活動なんですけどもう少し待ってください。10月 1> 1日からやる予定だったんですけどどうやら自分の中でプロジェクトというのかなもう少しし,しっかりとした活動として骨組みみたいなものがねできてきてるんですよ。ですからあんまり焦らずにあのしっかりとあのした形で「火山な塾」っていうところがあるんですけども私はもう10年以上やってますけどそこでも言葉をテーマにした最初はマインドセットで。 窓とかっていうマインドセットのそういった塾をやろうかなと思ったのすそうじゃもう新しいものがいいでしょうということで新しい一つのプロジェクトをやってそれが終わると一つの教材が出来上がるみたいなねそういうしまあ体系的とまでいくかどうかは分かりませんけどもそういうような形のものをやれたらいいかなと思ってます。でですかららもうしばくくお待ちください,でいっぺんに まあ、3つぐらいの活動をや,やると思うんですけどいっぺんに同時に始めるっていうことができな,できなければこうスライド式に1つやってちょっとそれがスタートして1か月だったら次2番目のプロジェクトでそれがまたちょっと続いたら3番目とかねそういうちょっとずらしながらやっていく。でただ私のこの「仕事チャンネル」はこういう形でまあ 今言ってみるとアイ,ドリングアイドリングのような感じでどうでしょう私がこうやってみたいなっていうことの1割も語れてないっていうかもう本当に少しこうつなぎみたいな形でやってる感じなのであと9割ぐらいは本当に自分の中からこう絞り出すようにこう体をぶつけるような形でやっていきたい。 いいですね。ですがそういうことが始まったら今のようなこういうちょっとテンションの低い感じとはま全然違う風になっていくと思いますはいということで今日は朗読のシリーズなのに他のことも喋ってしまって20分ぐらいになってしまいました最後までご視聴ありがとうございましたよろしければチャンネルのご登録もお願いいたしますそれではまたお会いしましょう